ってまいりました大会のシーンが本当カップルのシーンと同じですね。終わりました。終わりました。キャプオフ。静かなとこ苦手ですよ。静かなところに。また来ました。静かにできないから。ちょっと会いたい人。大丈夫ですか？どうも。なんかかっこいいじゃないですか、その長く同級生じゃないですか。どうも。はい、キャプ。はい、キャプよろしくお願いします。教会なんかクランクリーだし。はい。教会してってもう大二郎さんですよ。雑ですよ。雑ですよ。ちゃんと。いや、来るだけでいいっつったじゃん、だって。いや、違うでしょ、キャップがやっぱね。キャップね。そうですよ。ちゃんと紹介してください。はい、川の流れのようにのプロデューサーも川の流れにです正確に情報は正確に伝えてくださいよ。これ大切な第2弾なんですよ。そうなんですよ。また那須に来ていただいたということで、はい、はい、俳優をしております川賀大二郎です、はい、今回も俳優ですよ。なんでこっち来たんですか呼ばれたんですよ。ぜひ那須で撮影するなら川岡さんっていう。いや、ありがたい話ですよ、本当に、はい、PR 隊長ですからね。そうですね。俺もう兄貴だと思ってますいや、嬉しいですよ、はい、キャップがなんかこう、はい、いろいろね、はい、でね、またいろいろお忙しいと思うので、はい、そうですね、じゃあキャップに行きましょう。じゃあ、ありがとうございます、はい、また伊藤も分かってないし今ただ来たばっかりだから。でも、本当は大好物でしょ。いや、分かんないけど僕、本当にただの地元の普通の、うん、じゃあ、リポート早くなっちゃう。あ、私、はい、頑張ろう。はい、いやいや、ほら、聖書さん、今日は、はい、そうしましょう。クランクインです。大丈夫ですか？具合悪いわけではありません。本番中です。あ、カットですか。カットですか。危ない危ない。どうですか。一気には苦しいよね。今日はもうクランクインってことなんですけど、うん、はい、どんな感じですか。どんな感じですか。どんな感じ。もう朝早かったですよ、ね、早かったですか。ね、5時半集合、うん、そう。そしてもうしかも昨日からここに来て収穫をして、はい、うん、今日の消え物を昨日の夜中、消え物ってわからないから、劇中に食べるお食事の素材、その野菜で料理をしてたんです、それが明け方までかかったんです、そうなんですね。それはそれはこっちからのこれ、そう、そっちの今日ずっとロケハンからもずっと一緒でしょ、出演しますからね。私、俳優デビューします。実はそうなんです、セリフあるんです。そう、書いちゃいました。セリフいただきました。いやいや、押すもんなんですか。大体押しますね。うん、そう、チェックがすごいなと思ってあとで素材がいっぱいあった方がいいですから、あとであーって、そうですね、あれ取っとけばっていう。すごいとこですね。新宿はもうほんと住んでみたい。京都なんで、京都なんで、全然つけない。京都です。はい、ようこそです。初めてですか。はい、いや、僕2回目です。ロケハンできたら。あ、そうか、2回目ですね。じゃあ、じゃあ、こんにちは。ナスはなんかカナダみたいですよ、なんか見た目。カナダかなって。テスト基本的に監督さんがアングルチェックする。そうそう。うん、いや、言ってた通り、じゃあここでいいねとかっていうの決めてるんだよね。どういったお役目っていうか、今日は制作進行っていう撮影の時とか、うん、交通整理をしたりとか、うん、こう撮影がこうスムーズにいくようにする。そうなんですね。ほら、こういうの役目。はい、そうです。はい、車通ります。はい、はい、はい、いらっしゃい。じゃあ、明日も私合流します。よろしくお願いします。田代さん、残ると。じゃあ、直ちょっと開けますか。はい、田代です。よろしくお願いしますね。またねー。